ガストロニスパリシエンシス、別名ディアトリマとテラトニスインスペラビリスは印象的な大きさの鳥です。ガストロニスは当時最大の鳥で、大きい個体では2メートルに達する。短い翼、長い足、太いくちばしを持っています。飛ぶことができないため、現在のダチョウのような動きをします。熱帯気候の森林や湿地帯で繁栄する。哺乳類やワニといった潜在的な捕食者は彼らよりも小さいため、この時点では捕食動物ではありません。頑丈なくちばしと強力な爪により雑食性です。テラトニスは怪鳥の異名を持ちます。翼を広げると5メートルに達し、